キリム総合建築会社事務所が、2018韓国建築文化大賞で2冠無理王に選定されたと2日、明らかにした。今回の受賞作品は、インチョン国際空港第2旅客ターミナルと予習中高 S クラスセンタムシティ21生活館 M に L にブロック。社会公共部門と共同住居部門で、 それぞれ対象に輝いた。ヒリム関係者は、空港と住居施設では、世界的な競争力を持ち合わせている都市、美しいデザインと画期的な設計でランドマーク建設モール組成のために努力すると語った。